はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題、まったまいもない、ね、コメントを拾ってみたいと思います。はい、今回はこれ、ね、そもそもなんで月末まで使えるんだから30日まで回線維持しておけばいいのにって思うってね、こんな意見が来ました、ね。でまあ、元気なおじいは月末解約は超危険だと判断しています、ね。で、このね解約、このね、回線の解約なんだけれども、回線を解約したいと思った方は回線の解約をする権利を持っています。なので、その回線を解約する。じゃあそれをね、月末まで使えるんだからって、まあ、月末まで使えるんだったらその3ギガ以内にしたいのか20ギガ以内にしたいのか無制限で使いたいのか、ね、もうとっとと3ギガ使う人もいるだろうし、ね、まあ、いろんなパターンの人がいるとは思うんだけども、回線を維持していることによってなんかちょろちょろなんてね、もっと言うとちょろちょろなんてきて、ね、勝手に更新したりなんだかんだして、ああ過ぎちゃった、ああ3ギガギリギリしたって過ぎちゃったっていう人も出てくるし、ね、最も一番多いのはレンタル Wi-Fi、ね、モナ Wi-Fi とかギガトラ Wi-Fi とか、ね、そういったものを紹介していて、ね、来月からの利用でみんな予約で申し込むでしょ。なのに例えばたまに言ったら初月強制的についてくるね、端末がついてるもんだったら保証ね、初月は強制的にね500円取られる。でウイルスセキュリティ初月無料で強制的についてくる。でそれを解除をしないと翌月1000円で請求される。まあ、SIM 単品の場合は保証料がないので、インターネットセキュリティへの500円がずっとね請求される。何ヶ月経ってから何じゃこりゃっていう人もね今までいっぱいいました。ね、でおじいはねどんどん予約した時にね2ヶ月目からのオプションはね全部両方でも解約しましてね、先にメール出し機だったらね、いいよ実際に届いてから解約するからいいよってね言ってた人たちがいたんです、ね、だのんびりとね1ヶ月ただで使えるんだからね、実際来て1ヶ月使ってその期間内に来月いらないって言えばいいでしょ。じゃあその時にやってくよって、ね、おじいはコメントでそういただいた。その結果どうなったのか、ね、さあみんなね、なんじゃこりゃなんてね、ほらこういう人もいるけれどもね、知らない人も多いよね。みんなもうおじいで言った通りね、2回しかやりませんってもうみんな予約していたね。あー忘れてたー、しまったー、2ヶ月目入っちゃったね。今解約申請しても来月分からだよ。今月は500円請求来ちゃうね。あの時におじいが言っていた時にすぐに2ヶ月目からいらない連絡してよかった。バカ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 、痛い勉強代だったっていう人何人いた。未来のことは何があるかわからない。忘れてしまうんです。ね、だから、ね、後でやろうはバカ野郎。明日やろうはバカ野郎。月末やろうはバカ野郎。ね、思い立ったら即行動。なんです。だからおじいは月末まで解約したい。そして、月末に解約しようと考えている人が、たくさんいるんです。キャンペーンでものすごく殺到してその回線を持っている人がいっぱい多い。
じゃあその月末に解約がアクセスが殺到する、もしトラブルでパンクしてたらどうなるの。お申し込みの時だけ従わないってのもあったけど、解約もできないってのは過去にあったよね。さあ月末に、ね、30日やればいいよ。あれなんか繋がりにくい、あれ今であれ行かない行かない、あサーバーが、で何これみたいな、コミュニティできないよできないできないよ、復旧したとかね、日付が変わってからね、大変申し訳ございませんね、タイマー復旧いたしましたのでってね。でも今すぐにやったらおじい、5月1日に日付変わってからの解約が先月、でも私が悪いわけじゃないよね、楽天モバイルが悪いんだよねってね、だそう思ったらその意思をね、あの伝えて交渉してみたらってことね。なんで月末ギリギリ、なんでもうちょっと早く余裕を持って解約手続きしたかったんだろうっていうことも想定できるんだよ、過去の例を考えると。わかる、いろんなことを考えるとね、この会社は解約しようって思ってるんだったら早めにやってしまえば、忘れてたっていうこともないし、何これアクセスできない、くるんくるんくるん、何これ電波が立ってない、どうしたのどうしたの、ググってみた、ツイッターで、ね、楽天回線障害、何いつ復旧するの、ただいま原因を調査中でございますってね。何ちゃん、どう、いつ復旧するの、いつ復旧、いつ復旧、ね、トレンドでバン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 出てきてね、楽天これは 何人ぐらい影響を応用したんだね、これは事故に相当するだろうみたいな、なんだ楽天モバイルやっぱりかみたいな感じで、そこでまた盛り上がるんだよ、ね、1081円、また余分に5月分捉える、うわもうしょうがない、どうせ今日解約しても1081円捉えるんだったら、だったら月末まで使えるんだったら30日までね、会社維持して5月31日まで会社維持して使えばいいと思うわ、ね、5月30日にしとこう、次は1日早くしよう、ね、で5月30日来た、くるんくるんくるん、なんじゃこりゃー、回線障害で下がれないから、なんだこりゃー、ね、トレンド、あやられた、先月月末ダメだったから今月は一日早く余裕を持ってやってもないか、私もそう思った、僕もそう思って今日だったんだよ、みんな同じこと考えてたのね、あはっ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 は、いい勉強になったな、ポンポン、大変申し訳ない、例えば会社復旧しました、6月1日未明、うわ痛い勉強代だ、6月分もまだ1081円かかってしまう、そもそもなんで月末まで使えるんだったら、じゃあ6月30日まで会社維持しておけばいいのにって思うわって思う、本当に青いうなぎさん、そう思う、過去にはいっぱいいろんなことがあったんだよ、この3年間にね、まあでもいいんだよ、これは個人の自由だし、まあ、いろんなことを経験しないとね、一か八かなんで、これはね。なので、青いうなぎさんはね、まあ、月末は使えるんだったら30日まで会社維持しておけばいいのにって思う。一人思うということは、二人目もいる、三人目もいる。ほとんどの方は、みんな同じことを考える。ね。楽天モバイルの基地局は、どんだけ立派なの、どんだけキャパあるのね、まあそういうこともよく考えてね、で今はどんな状況でどれぐらい会社がね、もともとね今月1回戦につき1個してね10個まで注文できたと、ずっとうっそうしていたわけだしね、もうわっそうした注文したね初級組の人たちだけでも1人10回戦だからすごい数があるわけでね、さあね、青いうなぎさんは月末まで使えるんだから月末にねチャレンジすると思うけど、何事もなくスムーズに解約できることをおじいは祈ってるよ、心からね。
ふふふ。